食べれないよ。濃い方が美味しいもんね。うん、確かに。綺麗だし、ね。この間も美味しかったよね。美味しかったです、あれ。今あんまり虫がいなくて、牛も快適だな。気持ちよさそうだ。Thank you.
そうですね。ね、いいか。ね、丸くても。
おお、いたね。あ、サトは？あ、綺麗な。綺麗な。太い。太い。綺麗についてたな。あ、サト、ほらほら。この生地を入れるか。最初に。すごいわすごいよ、うん、だいぶよもぎの量がうわぁ水入れるそれ入れるこう草っぽいかもでも美味しそう、うん、はいよもぎの味って読めよもぎの分量見なかったそうYou
そう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 。これ合わせ足りないのか。でも多い。ちょっとでいいじゃん。いやだったらこれいっぱい乗っけたい人なの。蒸す、うん、これさ、周りこうピタンとして周りを薄く、え、足りないよね、生地、うん、あんこって結構体で結構一つでボリューム満点。え、ちょっとあんこ絶対余るから白玉。え、それはちょっとでかいんじゃない。ちょっとちぎるわ、大丈夫なとこ。36個、どれがでかかった？あー、生地見、売ってる笹の葉団子と全然色、蒸したら色が変わるよ、また見てても。だって大きすぎた、うん、薄めにすればいいのか、うん、ね、お母さん田原が、ね、佐渡から、新潟佐渡間の9人乗りの、うん、なんだ、自分ジェット機みたいな大きさ。種もね、何歳だったっけ、あれ2歳ぐらいかな、もうなんかショックで寝ちゃった、うん、ちっちゃいの成功早っ。あ、そうだ、そうだ、見てるんだ。あ、ちっちゃいの成功っぽと、うん、見たよ、聞いたよ、でかいな、うん、アリの卵みたい、うん、確かに、うん、キャラメル、キャラのメル、包めなかった。今飛行機なりたい。寝たいの地下鉄乗ったことある？え、あるよ。いつ？え、うん、っえ、なんで戻れるの？昔はさ、ただし、3時間くらいですよ。すごい、もう中に行かないと結構人数でもなかったし、うんうん、こちらはどうやって包むの？何がいたっけ？一緒に写真撮ってくれるから、そのキャラを理解して、なだまさすいさすいね、まあ、一応包み方わかんない。3枚かな、これ後でのせる。あとはね、まあこれでもいいか、なんか真ん中で最後結ぶ。なんで取るの？じゃあではやらせて、こうしてもう一回ぐらいやって、こうして、最初ねじるといいんだ。最初どうするの？葉っぱをねじる。で、多分この、ああ、はみ出ちゃった団子が。え、どうでもいいでしょ。うん、うん、
はみ出てしまう。絶対すぐ取れそう。これやっちゃう。こうか。もういいの。あ、うん、縛っちゃった。縛なくてもね、大丈夫。あ、縛ってもいい。修学旅行の思い出と言ったら、なんかもうだるすぎて、なんかガイドだけなんかめっちゃ明るくて、もうだいぶ結ぶの苦手なんだけど、楽しかった。ちょっと楽しかったですね。火の話、火がまだ残ってる。いや、まだ残ってる。ちょっと遠いか。何やってんの、お母さん。マジ使わないでって。入るか。あんま風邪ならない方がいいのかな。あ、これでかい。あるじゃん、蒸気でなんか顔をなんかあれ、ねえ、お母さん食べていい？
あ、そうそうそう、こんな綺麗に包めんの、お父さん。あたりこんな上手じゃない。これはお母さん、これはお母さん。見ていい？いただきます。いただきます。切っていい？真緑じゃないね。おお。あ、そういう色か。うん。こっから買ったやつってね。あれかな。もうヨモギの細かさじゃん。美味しい。熱々だね。うん。焼き寿司初めてできた。したらもっともちもちになるんだろうな。うん、美味しい、うん、食べてから食べてもいいかも。あ、暑すぎ。美味しいね。あんこ初めてなんだけど、美味しい。あ、食べたね。Thank you.